いらっしゃいませ。ああ。待ってましたよ、上流さん。私、グラビアアイドルになりたいと思ってて、そのために撮影会モデルをしてたりするんです。どんなことをするものなんだ？撮影スタジオでいろんな衣装を着て写真を撮ってもらうって感じです。上流さんにもお写真撮ってもらいたいな。あ、次は何にされますか？はい、すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。私が好きな食べ物ですか？それはケーキです。実は一人でワンホール食べれちゃうんですよ。俺も実はそのくらい余裕だ。美味しいですよね。じゃあ今度二人でワンホールずつ買って一緒に食べましょうか。私、男の人を好きになっても、こっちからアクションを起こさずに、どうしても様子見しちゃうんですよね。なら、俺からアクションしよう。はい、そうしてくれると助かります。そっちの方が私に合ってると思うんです。この前したお話の続きなんですけど、私ってグラビアアイドルとしてやっていけますかね？このお仕事も楽しくなってきたから私不安で。俺は応援するぜ。ありがとうございます。また不安になったらいっぱい励ましてくださいね。またすぐ会えるの待ってるね。いらっしゃいませ。ああ。上流さん、今日も楽しもうな。次、どうします？お願いします。ほな、楽しみましょう。私、
意外と年上の男性に好かれるんですよ。ちなみに上流さんは私のことどう思いますか？ガキに興味はねえ。ん？ほんまに？そういう硬派な大人の人ほど私を気に入っちゃうんですよね。私、ハリウッド女優になるのが夢なんですけど、上流さんはでっか夢持ってますか？世界一周旅行だ。ああ、いいですね。私もいろんなとこ行って美味しいもん食べて世界一周行きたい。私、将来ハリウッド女優になりたいんです。だから渡米のために資金貯めてるんです。頑張ってお金稼ぐぞ。ならじゃんじゃん指名しねえとな。上流さん、話分かりすぎる。今日も思いっきり楽しみましょう。待ってますからね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
何キリュウさん、ずいぶんムードのある場所だな。キャッスルに来るもんの目的はムードちゃいます。せやからここは穴場なんですわ。人がいないだけの場所なら蒼天堀にだってある。なんでこの場所を選んだ。理由はあの男に関係ある話なもんですから。ん？確か鬼人会会長です。西谷誉っちゅうんが代々受け継がれる名前でして、あの人は三代目西谷誉。渡瀬の親父が近江連合を解散させるとき一番の邪魔者になります。どういうことだ。少し長い話になりますが、準備よろしいですか。いや、また後にしておく。そうでっか。こんにちは。
負けないんだから。手加減しないぜ。ゲームオン。決めるぜ。You require 151. よし。よし。ナイト。ふん、悪いな。もう信じらんない。はあ。お。よろしゅう頼んますわ。上流には負けへんで。全力で来い。ゲームオン。どうした69決めるぜ。You require 121. ナイトン。ふん、悪いな。あっちゃー。はあ。
覚悟はいい。Yeah!
覚悟がいい。Yeah!
大したことない。相手が悪かった。相手が悪かった。相手が悪かった。
手が悪かった。
Yeah.
ようこそ。チックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコースだよ。今日はどんな奇跡が起こるかな。コースにそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ、俺のドラゴン極み。久しぶりにポケサを始めたら再びハマったという挑戦者、あの頃の情熱を胸に上流くんに今挑む。注目の上流くんは青レーン、対する挑戦者は赤レーンだ。カウントダウンが始まるぜ。レディー、やるか。これは完璧なはず。ガーン、スタート。勢いよく飛び出した。何が起こるかわからないのはポケサーだよ。悪くねえな。安定した走りでコースを駆け抜けていくね。安定した着地で上流くん、カスタマイズが良かったな。足元を救われないようにね。本番はここからさ。やっちゃった。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。さあ差し掛かるは急コーナー。スピードが鍵だよ。上流くんのマシン豪快な走りで、ブーストっとりだ。このブーストでしょこー。体勢が崩れている。サポート、マンチブースト。上流くん、グッドられるかな。ギリギリのやってしまった。バカな。転倒してしまい、ここで手に汗握る勝負だったね。くそ。ありがとうございます。コースターにようこそ。この行くぜ、俺のドラゴン極み。付き合いで始めたはずが、今では時間があればポケサーカスタム。今日のために仕上げた注目の上流くんは青レーン、対する挑戦者は赤レーンだ。みんな位置につけ、レディー、やるか。ガーン、スタート。勢いよく飛び出した。カスタマイズが良かったな。順調な走りを、綺麗な着地がポイントだよ。
順調な走りを見せている。いい調子だ。差し掛かるは急コーナー。足元を座れないようにね。フルスロットルで駆け抜けろ。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。このまま勝つ。驚異的な速さだ。目で追うのも大変だね。いけるぞ。コースアウトには気をつけてね。綺麗な着地がポイントだよ。悪くねえ。マシンがうなりを上げている。レースが終わるまで結果はわからないよ。悪くねえな。いよいよファイナルラップだ。さあ差し掛かるは急コーナー。ここでループゾーンだ。上流くんのマシン豪快にフルスロットルだ。ここで無敵な急加速だ。俺の勝ちだ。激しい一騎打ちの勝者となったのは上流くん。おめでとう。俺の勝ちだ。コースにそびえ立つ巨大なループ。行くぜ。俺のスーパーデビルキラー。挑戦者の目からはすごい気迫が感じられる。上流くん、注目の上流くんは青レーン。対する挑戦、最高の走りを期待してるぜ。デビルキラー。ファイト。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。ガッ飛ばしちゃう。レースが終わるまで結果はわからないよ。コースアウトには気をつけてね。悪くねえな。このまま最後まで走り切れるかな。レースも後半戦に突入。悪くねえな。
最後まで走り切れるかな。このまま勝つぜ。追いついて。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。いよいよ大変だった。このまま最後まで走り切れるかな。カスタマイズが良かった。ここでループゾーンだ。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。早いな。失速フルスロットルだ。このブーツ堂々の入り口。さすがの強さだね。白熱した名バトルだったけど、その戦いをものにし多くのマシンが戦いを挑んできたこのコース、今日のレーサーたちはどう攻略するかな。このコースの主役はなんといっても急カーブ。気を抜くと一発でコースアウトしちゃうよ。行くぜ。俺のアルファクールスプライカー。地元では負け知らずだったらしい挑戦者、アウェイでのレースでも勝ち続けられるかな。注目の上流くんは青レーン、対する挑戦者は赤レーンだ。それではレースを開始するぜ。レディー、やるぜ。見せてやろう。ああ、スタート。少し出遅れたかな。耐えろ。やってしまった。バカだ。なんとここで上流くんがコースアウト。熱いレースを見せてくれ。ようこそ。
多くのマシン、この頼んだぜ。俺のアルファクールストライカー。付き合いで始めたはずが、今では中、それではレディーやるなよ。少し出遅れたかな。おっと、パンチキュート。これが執念の走り。足元をつくわれないようにね。最後に笑うのはいい調子だ。順調な走りを見せている。こんなフルスロットルで駆け抜ける。このまま勝つ。レースも後半戦に突入。追いついてくれ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。 いよいよファイナルラップだ。いい調子だ。マシンがうなりを上げている。止められねえぞ。どのの一致、俺の勝ちだ。ね、激しい一騎打ちの勝者となったのはジョーリュース。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコースだよ。今日はどんな奇跡が起こるかな。コースにそび頼んだぜ。俺のズドンパチ。今日のライバルは各地のポケサー大会注目の最高の走りを期待してレディー。やるか。スタート。勢いよく飛び出した。コースアップ。体勢が崩れている。大丈夫なの。体勢を崩しつつも華麗な立ち直りを見せた。飛びすぎ注意だよ。いい調子だ。コースアウトには気をつけてね。カスタマイズが良かったな。足元をすくわれないようにね。マシンがうなりを上げている。なかなかやるな。フルスロットルで駆け抜ける。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。止められねえ。強い。他のマシンが追いかけてもっと飛び出しそうだ。体勢を崩しつつも華麗な立ち直りを見せた。カスタマイズが良かった。レースが終わるまで結果は分からないよ。レースも後半戦に突入。なかなかやるな。足元をつくわれないようにね。いい調子だ。スピードが鍵だよ。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。おっと、上流くんの気合がマシンへ伝わっていくんだよ。ギリギリのところで耐え抜いた。悪くないな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。悪くねえな。いよいよファイナルラップだ。カスタマイズが良かった。マシンがうなりをフルスロットルだ。これが上流くん、どのの勝利。さすがの強さだね。白熱した名バトルだったけど、その戦い俺のyou
にようこそ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。このコースは一筋縄ではクリアできない。特徴をよく見てカスタマイズをしようね。コースにそびえ立つ巨大なループ。パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ。俺のドラゴン。漫画の主人公に憧れてポケサを始めたという挑戦者。果たして漫画張りの熱い走りを見せてくれるのかな。注目の上流くんは赤。それではレディー。ゲート。勢いよく飛び出した。レースが終わるまで結果はわからないよ。安定した走りでコースを駆け抜けているね。みんなの熱が伝わってくるよ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。ロングボールは最後まで気が抜けないよ。上流君が現在トップ。このまま逃げ切れるかな。レースも後半戦に突入。いい調子だ。コースアウトには気をつけてね。足元を救われないようにね。そのまま行けよ。これからいい。みんなの熱気が伝わってくるよ。調子いいな。いよいよファイナルラップだ。早いな。ロングボールだ。上流くん、見事なチューン。余裕の突破だ。
取るだ。俺の勝ちだ。勝者は上流君だ。おめでとう。ありがとうございました。コースターにようこそ。マシンが戦いを挑んできたこのコース、今日のレーザーたちはどう攻略するかな。このコースの主役はなんといっても急カーブ。気を抜くと一発でコースアウトしちゃうよ。行くぜ。俺のアルファクールスプライカー。インターネットで得た情報をもとにカスタマイズをしたという挑戦者。どんなマシンに仕上が、注目の上流くんはカウントダウンが発生。やるか、やるか、スタート。勢いのコツを見出した。耐えろ。勝利へのコースだ。ポンチキュート。これが上流くんの気合いだ。完走できそう。何が起こるかわからないのはそこを。上流くんの気合がマシンに伝わっているようだよ。この見れるかと思われたが、気合でコースに舞い戻った。レースも後半戦に突入。このままマシンたちがしのぎを削っているね。いよいよファイナルラップだ。足元を救われないようにね。フルスロットルで駆け抜けろ。上流堂々の一撃。さすがの強さだ。上流くんが大会の優勝。俺の勝ちだ。ようこそ。このコースは一筋縄ではクリアできない。特徴をよく見てカスタマイズをしようね。山のように構えているのはスロープセクションだ。下り坂で飛ばされないようにね。行くぜ。俺のズドンパチ。久しぶりにポケサを始め、注目の上流くんは黄色レーン。みんなスタンバイしてるね。出遅れないよ。まもなくスタートだよ。集中集中。レディー、やるか。やるで。スタート。少し出遅れたかな。何が起こるかわからないのはポケサーだよ。このまま行くで。上流くん抜き取られてしまった。
ピードが鍵だよ。上流くんのマシン、豪快な走りで一回転だ。順調な走りを見せている。このまま最後まで走り切れるかな。安定した着地で上流くん華麗にクリア。気が抜けないレースが続いているよ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。フルスロットルで駆け抜けろ。上流くんのマシン、豪快な走りで一回転だ。いけるぞ。レースの後半戦に突入。このまま最後まで走り切れるかな。綺麗な着地がポイントだよ。勝負はまだまだわからない。駆け抜けて。カスタマイズが良かった。このまま最後まで走り切れるかな。上流くんのマシン、豪快な走りで一回転だ。カスタマイズが良かった。踏ん張れるかな。ギリギリのところで耐え抜いた。華麗に追い抜いたのは上流くんのマシン。いよいよファイナルラップだ。飛びすぎ中古、おっと飛び出しそうだ。耐えろ上流くん。フルスロットルだ。逆転上流くんのマシン。山の頼んだぜ。俺のズドンパチ。インターネットで得た情報をもとにカスタマイズをしたという挑戦者。どんなマシンに仕上がっているのか。注目の上流くんは赤カットレディー。はい、スタート。少し出遅れたかな。そろそろ本気だ。マシンがうなりを上げている。コースアウトに気をつけてね。前回で行くぜ。逆転へのスーパーだ。先行くぜ。待て、みんなの熱気が伝わってくるよ。踏ん張れるかな。やってしまった。バカだ。勝利君コースアウト。勝利、勝者はご覧の通り。熱い戦地元中カウンレディー。スタート。少し出遅れたかな。レースが終わるまで結果を前回で行くぜ。おっと飛び出しそうだ。耐えろ。ギリギリのところで耐え抜いた。コースアウトには気をつけてね。調子いいな。まだ終わらね。マシンたちがしのぎを削っているね。調子いいな。コースアウトには気をつけてね。安定した着地で上流くん華麗にクリア。なかなかやるな。上流くんのマシン、ここを仕掛けて。上流くんのマシンが抜かれてしまったよ。上流くんのマシン、豪快な走りで一回転だ。そろそろ本気出すか。フルスロットルだ。逆転へのブーストだ。
そろそろ本気出すか。上流くんのマシン、ここを仕掛けて。やるじゃん。上流くん抜きの音。先行くぜ。上流くん、体勢が崩れている。大丈夫なの？やるじゃん。すごい鼓動で冷静戻る。みんな何が起こるかわからないのがポケサーだよ。行けるぞ。バカだ。ジョーリュークスタート。勝者はご覧の通り。ありがとうございました。コースターにようこそ。行くぜ。俺のアルファクールスプライカー。上流くんのラ注目のジョサイデビー。出せ。スタート。少し出遅れたかな。順調な走りを見せている。カスタマイズが良かったな。マシンがうなりを上げている。ご覧ください。限界で行くぜ。やるじゃん。上流くん抜きから本当、うん、上流くん抜いた。やるじゃん。ここで上流くん本当、うん、上流くんのマシン方向を仕掛ける。悪くねえな。勝負はまだまだわからない。駆け抜けて。カスタマイズが良かった。足元を救われないようにね。安定してもフルスロットルだ。カスタマイズが良かったな。上流くん抜いた。マシンたちがしのぎを切った。踏ん張れるかな。ギリギリのところで耐えられた。先行くぜ。上流くんがトップへ。悪くねえな。マシンがうなりを上げている。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。勝つ。いよいよファイナルラップだ。なかなかやるな。ジャンプゾーンが襲いかかる。ここで俺の勝ちだ。今日の熱いバトルを制したのは上流くんだ。俺の勝ちだ。ポケサーやろうぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
時間こっち。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。真剣にやるです。もしかしたら最後まで麻雀を続けるです。よし、開いた。こいつは。よし、開いた。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ああ。ベッドをお願いします。
覚悟はいい。
バンドだ。おい、お前ら今日は騒ごうぜ。ありがとうございました。少し長い話をさせてもらいます。ああ、続けてくれ。来月親父が出所する日、親父は無所を出たその足で近江連合の本部に行き、組員たちに出迎えられます。壇上に上がって挨拶をする手はずで、みんな出迎えご苦労程度の挨拶や思うてる。せやけどそこで親父が読み上げるんは警察に宛てた近江連合解散届や。その時みんな何の前触れもなく組織が消滅すると聞かされるんです。東条会が消えて神室町を取り日本統一も見えてきたっちゅうのに、突然組織も仕事も飯の種も何もかもなくすと言われるわけや。一体何が起きるやら。ああ、下手したらその場で暴発するやつも出てくる。渡瀬はなんでわざわざそんな真似を。そしたらメールの一斉送信で知らせますか、それとも警察に守ってもらいながら読み上げるか。荒くれの極道たちに言うことを聞かせるんやったら
こっちも器を見せなあかん。文句があるならその場で言えと迫り、反対するもんは力でねじ伏せる。つやなかったらいくら解散やわめいたとこで誰も聞かん。ほなこっちはこっちでやりますわって他の親分衆に言われてしまいや。目的は分裂やない、あくまでも解散なんです。一理あるな。せやから解散するその場には前もって味方になってくれるもんを増やし、手強い敵は事前に減らしとかな。確かにそうだろうが、そんな状況で誰が味方につく。堂島大吾、真島五郎、西島大河、そして桐生一馬。案外駒は揃ってんだな。さらにここから先はトップシークレットなんですが、もう一人、東条会を裏切った荒川真澄、今近江連合の頭代行、あいつは実は俺らの味方です。スパイとして東条会六代目の極秘指令で動いてるんです。なんだと。東条会も渡瀬の親父ももう極道組織が立ち行かん時代になったと考えています。警察や政治家の都合で極道のトップはいつでも首をすげ替えられる。そのために跡目をめぐって極道だけが血で血を洗い潰し合って先細る。要は権力者のおもちゃにされる未来しか見えん。ああ、そうなる前に組織を解散し極道たちに別の選択肢を用意する。それがあのお二人の目的です。ただし巨大化しすぎた近江を一遍に破裂さすリスクは可能な限り減らさな。その話にさっきの荒川がどう関わってくる。荒川は表向き都知事の浄化作戦で東条会を売り、神室町を近江に明け渡した裏切り者です。けどその本当の目的は近江の組員を東西に割ること。神室町に大勢の組が流れた結果、今蒼天堀に残ってる兵隊の数は全盛期の半分です。荒川真澄は惚れ惚れするぐらい完璧に役割を果たしたんですわ。待ってくれ、神室町の浄化作戦はいつの話だった。2年前です。そんなに前からお前らは解散の根回しを。ええ、そして最後にもう一つ片付けなあかんことが残ってる。ここに来たんはそのためです。貴人会の会長三代目西谷誉を排除せなあかん。近江連合の中で今渡瀬の親父と晴れるただ一人の極道。金稼ぐしか能のない幹部衆へは面と向かってこき下ろすし、逆に武闘派で鳴らした親父のことは心底慕ってます。酒飲めばその生き様に憧れてきたと涙流して何遍も同じ話を。けどだからこそうちらが解散企んでいると知ったら可愛さ余って憎さ役倍、まず間違いなく潰しにかかってきます。そうなったら今まで親父に従ってた近江の門も大半が西谷につくでしょう。そこまでの男なのか。ええ、つまり解散を宣言しても西谷がおる限り近江はまた一つにまとまってまう。しかも貴人会の得意技は暗殺。親父も俺も東条会の幹部たちも死ぬまでつけ狙われる。結果解散計画は元の木阿弥や。だから事前に西谷を片付けろと。ええ、先に言っとくが俺は殺し屋じゃねえ。分かっております。解散を宣言するとき西谷を身動きできんようにするだけで、あの人さえ出てこなんだら残りの連中は右往の衆にしておけます。要は西谷を半殺しにでもして潰しときてってわけか。渡瀬が出所してくるより前に。はい、
相手は近江連合直参の組長。正面から言ってもええし、こっそり忍び込んで寝首かいても結構。ただし俺ら渡瀬組は表立って鬼神会と敵対するわけにはいきません。そうなると自由に動けるのは桐生さんお一人ということになります。大したもんだ。よくそんな話をずうずうしく頼めるな。うちが大道寺にくれてやった500億元は取らせてもらえませんと。一つこれだけははっきりわかる。この船で西谷を襲撃した場合、脱出ルートはヘリしかねえ。やるなら奴が船を降りた時だ。ええ、せやけどあの人はここ一年ずっとこの船に寝泊まりしとる。よっぽど居心地がええんやろな。このままやと多分次に西谷が船を出るんは親父の出所の日や。そない悠長に待ってられん。ならまずは西谷がここを出たくなるような何かを起こすさ。その何か言いますと。金を出したからって何でもすぐ俺に頼るな。作戦はこれからだが、せっかく現地まで来てるんだ、下見はたっぷりできる。確かにおっしゃる通りで。失礼します、鶴野様。オーナーがお話ししたいと。オーナーってのは？西谷でございます。よう鶴野、キャッスル来たんなら声かけろよ。水くせえな。恐れ入ります会長。お忙しいと思っていたものですから。よう俺なんぞにお気づきで。俺は千里眼だからな。こっからスコープなしてもお前を狙撃できる。やってみっか。よろしければこれからご挨拶に伺っても。そう来なくちゃ、隣にいる上流も連れてこいよ。上流と言いますと？おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる、そいつが上流だ。獅子道のやつも紹介してくれなかったからな。挨拶させに来い。いや実は会長、上流は素性を明かさないという条件でキャッスルに来てもらってるんです。それも渡瀬組がケツを持つ約束で。せやからご挨拶は。へえ、人の気引くのがうまいな鶴野。そう言われたら余計に知りたくてるじゃねえかよ。会長、これはどういうことでっか？キャッスルの中にいる間は俺が神。お前は手出すなよ鶴野。そいつが本当に上流か確かめっから。せやけど会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。毎度のことだがな。来い！Yeah!
や、まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。あんたはヘリポートへ追い付けよう。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ。会長と会ってあんたに逃げられたと話します。渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われるんです。早いないですか。一応手加減はしたんだぜ。ここまでや。まさかこっちに来るとはな。
来たか、逃がさんだ。こっちの番だ。なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここはサツだって来ねえし、お前の素性がどんなんでも許してやるってな。グラさんも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。ジョーリーは俺らにも素性明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマン張ってもらうか。上流、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いいいいね上流、そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ、いや、おっしゃー、お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満、うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。続々が止まらねえ。こっちの番だ。うわっ、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 うわっ
長。くぅ、なんてざまだよ。俺もとんだまぬけじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。あ、会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。